カはスタヨ、僕はドゥリ。スタヨはかっこいいサファリバスに変身したよ。勇敢な探検家に変身したドゥリと一緒にアフリカに行くよ。準備はいい？出発。サファリバスタヨ5話、サイの角が消えちゃった。今日も太陽がギラギラ輝くアフリカ草原、あそこにドゥリとタヨがいますよ。あ、暑い。あそこで一休みしよう。ん？あれはなんだろう。こっちに近づいてくるよ。サイ？うわぶつかる！あれ？いててて。なんだ木か。ぶわこんなに大きい木に気づかないなんてすごく目が悪いんだね。ドリーダメだよカラカッチャー。そうとも、僕は目がすごく悪いんだ。そうなの？僕らサイは目が悪いから遠くのものがよく見えないんだ。すごく近づいてようやく見えるんだ。でも、なんで僕たちに向かって走ってきたの？それは君たちが密漁者だと思ったからさ。密漁者？動物たちをこっそり狩りする悪い人たちのこと？ああ最近よく密漁者が現れて僕らサイをいじめるんだ。だからまた現れたのかと思って駆け寄ったってわけさ。ああ、そうだったんだ。あ、弟の声だ。何かあったんだ。行ってみよう。お母さん。どうしたんだ？何があったんだ？お母さん病気になっちゃったみたい。私は平気よ。こっちに来て泣くのはおやめ。うわ、角がないよ。ああ、少し前に密漁者に捕まって角を切られてしまったんだ。幸い逃げられたけど、その時足を怪我したんだ。悪い奴らだ。なんで角を切るの？サイの角は人間の体にいいという間違った噂が広まったせいよ。だからって角を切るなんて。角はサイの命なのに。そうだよ、角はまた生えるけど元の大きさまでになるには長い時間がかかるんだ。それに角は私たちを守ってくれる武器なの。その角がなくなっちゃったら肉食動物の攻撃を防げないわ。はあ、だからさっき僕たちを見てすぐに突進してきたんだね。家族を守るために。そうとも知らずに目が悪いなんてからかってごめんね。気にしないで。僕も君たちを密漁者だって勘違いしちゃったし、密漁者は今も僕らの角を狙ってる。お母さんが治るまでは僕が家族を守るんだ。今日こそはサイを捕まえてやる。角さえ手に入れば俺たちはお金持ちだ。あ、密漁者の車の音だ。こっちに来るぞ。お母さん早く安全な場所へ行こう。そうね。お母さんダメだわ。この足では走れない。あなたたちは早く逃げなさい。そんな、お母さんを置いて逃げるなんてできないよ。うふう、今日はラッキーだな。サイが3頭もいるぞ。なんだ、誰かがお母さんサイの角を持っていったみたいだぞ。チェッオスのサイの角は俺のものだ。お前には赤ちゃんサイを任せた。お母さん怖いよ。お母さんの後ろに隠れて早く。心配いらないよ、僕が守るからね。
俺が麻酔銃を撃つからお前は角を切るんだ。了解。やめるんだ。さあさあ、おとなしくするんだ。じゃなきゃ怪我するぞ。今だ、撃て。ダメ。うわ、いや、びっくりした。なんでこんなところにバスが。悪いおじさんたち、サイをいじめないで。え、なんだ、子供、親御さんはいないのかい。こんなところに一人でいたら危ないぞ。そうだぞ、おじさんたちは大事な仕事の最中なんだ。邪魔しないであっちで遊びなさい。大事な仕事じゃなくて悪い仕事でしょ。なんだって。サイの角を切ろうとしてるの知ってるよ。うん、早くあっち行け。おじさんたち怒ったら怖いぞ。おじさんたちのせいでお母さんサイが苦しんでるんだよ。サイの角を取らないでね。しつっこいな。そんなにおじさんに怒られたいのか。僕の友達をいじめるな。おい、あれを見ろ。さ、サイがカンカンに怒ってるぞ。ほらほら、落ち着いて。いやー、助けてくれ。トストトス、トストトス、サイが来るぞ。トストストス、トストストス、怒るとぶつかるぞ。目が悪くても音は聞こえるぞ。サイの角を狙う密漁者を懲らしめろ。角を守れ、角はサイの命。わーい、逃げていったよ。もう来ないでね、悪いおじさんたち。ありがとう。君たちがいなかったら家族を守れなかったよ。お礼はいらないよ。僕たち人間のせいで君たちが苦しんでるなんて。僕が代わりに謝るよ。お兄ちゃん、悪い人たちいなくなった？ああ、もう安心していいよ。わーい、やったー。平和を取り戻したサイの家族、もう二度と密漁者に角を奪われないといいですね。そうでしょう。ハートが大きくなっちゃった。今日みんなは公園にピクニックに来ました。今日って本当にいい天気よね。そうだね。応援してるみたい。行ってみよう。待ってよ。面白そう。一番後ろか。じゃあ次は風船で動物を作ってみようか。ウサギ作ったよ。じゃじゃーん。ウサギだ。素敵。私もウサギ見たいな。次はワンちゃん。ジョイは風船で何でも作れるんだよ。そうだね、ジョイ本当にすごい。ウサギの風船すごく可愛かった、ね、それが実は私全然見てなくて。え、どうして。前に大きな車たちがいて見えなかったの。確かにハートは小さいからありえるね。ハート、また今度見に行こう。だね、次は僕の前で見るといいよ。僕は後ろでも見えるしね。ローギー。分かった。みんな、ここにいたのね。ハナ、エンジンオイルがなくて誰かお使いお願いできない？私が行ってくる。カー用品店に行けばいい？そうなんだけど。じゃあすぐに行ってくるね。ちょっと待って。
あー、もう行っちゃった。ハートがエンジンオイルを持って車庫に帰るところです。あ、ビッグだ。わー、すごく大きい。ビッグみたいに大きかったら公園も見えるのに。信号がよく見えない。おならが出そうだ。後ろには誰もいないよね。もう我慢できない。ビーク、突然おならするなんて。ハート、すまない、小さすぎて気づかなかったんだ。なんですって、小さすぎるって。ビーク、ひどい。そうじゃなくて。ハナ。あ、ハート、おかえり。エンジンオイル持ってきたわ。ありがとう、ハート。そんな。ハナ、お願いされたエンジンオイルだよ。よいしょ。ありがとう、タヨ。タヨもお使いに行ってきたの？それが、実は今日エンジンオイルがたくさん必要で、タヨにもお願いしたのよ。ハートはたくさん詰めないから。そうなんだ。じゃあ私もう行くね。あ、ハート。公園も見られないし、お使いも満足にできなくて。タヨやビッグみたいに大きな体だったらいいのに。ハートはお昼に会ったことを思い出して悲しくなりました。ハート、起きて。ハナ、どうしたの？見せたいものがあるの、ちょっと来て。これ何？これはハートのために作った発明品よ。じゃじゃーん。この機械のビームに当たれば大きくなれるわよ。うわー、本当に？あ、でも大きくなりたいことをどうして知ってるの？ハートのことなら何でもわかるわ。ハナ、本当にありがとう。そうだ、この機械は危ないから使うのは1回だけよ。わかった？うん、わかった。ハナ、早く。待ってね。私はそのままよ。ハートが大きくなったの。え、本当に大きくなった。キャー、大きくなった、大きくなったのよ。ハナ、ありがとう。いや、大きくなったハートが楽しそうに走っています。あ、みんながいる。みんな、お疲れ。誰？まさかハート？ハート、どうなってるの？君がハート？すごく大きくなった。大したことじゃないわ。故障だ、急いでるのに。ピンク、大丈夫？エンジンが故障したみたいなんだ。まさかハート？うん、そうよ、整備所まで連れて行ってあげる。あー、でも重たいぞ。大丈夫よ。およいしょ。それじゃあ行くわよ。うん、ありがとう。おお。軽々と引っ張るな。わあ、本当に大きい。さあ、後ろでもよく見えるわ。これ見えるの？全然見えない。オビーも見えない。二人とも、あっちで見て。ほんと？うん、あっちならよく見えるわ。よく見えるね。誘ってくれてありがとう、ハート。私はここでも見えるから楽しんでね。終わった、ありがとう、タヨ。いつでも頼んでね。ハナー。ハート。ハート、おかえり。タヨのエンジンオイルだけじゃ足りないと思って、私も持ってきたの。
わー、本当にたくさんだね。あ、さすがハート、ありがとうハート。このくらい。ちびっこバス、はよ。体が大きいって本当にいい。うん、もっと大きくなったらもっと素敵なことがあるかも。そうよ、ビームにもう一回当たろう。あ、どこだろう。あ、ここにあった。それじゃあ。あ、でもあの時花が。この機械は危ないから使うのは一回だけよ、わかった？一回くらい大丈夫よね。あれ、そのままじゃない？一回しかできないのかな。あ、ハナ。ハート、交差点で事故なの。今から来れる？あ、うん、今すぐ行くね。急がなきゃ。混んでいなくてよかった。すぐに着くわね。あ、突然どうしたの？一体どうしたの？どうしよう。一体なんだこれ。ごめんなさい。怪物だ。アリス、フランク、バット、よかった、助けてもらえる。動くな。道路をめちゃくちゃにして正体を明かしなさい。ジェイ、私ハートよ。嘘だ、ハートは小さくて可愛い車だ。正直に言うんだ。お願い、信じて。ハート？うん？何の夢見てるんだろう。ハート、起きて。あ、花、私ハートよ。うん、ハートよね。信じてくれるの？ハート、一体どんな夢を見たの？夢？ん？ここ車庫じゃない。あ、また小さくなったの？一体どういうこと？お、ハート、街で事故が起こったみたい。早く乗って。うん。まだ進まないのね。なんでこんなに渋滞？事故のせいかもしれない。早く行かないと。花、私に任せて。ちょっと道を開けて、緊急なの。ああ、分かった。よいしょ。車たちが多くて狭そうだけど。問題ないわ。すみません、通ります。さあさあ、こちらへどうぞ。花、着いたよ。こっちです。ありがとう、ハート。あ、ハナ、もう着いたの？ハートが狭い道をうまく抜けてくれたから早く着いたの。ハート、本当にありがとう。あ、そんな。じゃあ急ぎのものからするわね。そうやってハートは自分の小さな体も好きになりました。今日とっても素敵でしたよ。僕の話を信じて。活気に満ちた朝です。ちびっこ車たちが学校に集まりました。それでは出席を取りますね。太陽。はい。ロギー。はい。ウラちゃん。ん？ウラちゃん。ウラちゃんはまだ来ていません。おかしいわね。僕はここだよ。遅れてごめんなさい。どうして遅刻したの？心配したのよ。それが。来る途中に。次からは遅刻しないで。はい。またね。今日はどこ行く？うらちゃん、
太陽は朝はどうして遅刻したの？聞かないで。びっくりするようなことがあって。びっくりするようなこと？それがさ、朝早く学校に行こうとしたら天気なんだあれ。突然ものすごいたくさんの水が空に向かって吹き出してきたんだ。うわあ、冷た。あとあっという間に道路が水浸しになって、それで学校に遅れたんだ。そんなことがあったの？びっくりしたでしょう。でもどこでそんな突然水が出たの？うらちゃん、もしかして作り話なんじゃ？違うよ、本当だってば。ちょっと変じゃないか。もしかしてこうだったんじゃ。昨日はたくさん雨が降ったでしょ。うらちゃんが学校に行く途中、水たまりを発見したんだ。それで水遊びをして遅刻をしたってわけさ。合ってるでしょ？違うよロギー、うらちゃんが違うって言ってるわ。でも水が吹き出したってありえないよ。でもそうやって疑うのは良くないよ。そうだよ。ごめん。うらちゃん、明日の朝一緒に学校に行く？いい考えだね。また遅刻しちゃダメだもんね。そうする。ありがとう。いや、じゃあ明日給油所の前でね。わかった。次の日の朝、ちびっこバスたちがうらちゃんを待っています。うらちゃん、もう来る頃だよね。どうして来ないの？このままじゃみんな遅刻だよ。でももう少しだけ待ってみよう。もう待てない、僕先に行く。ロギー、本当に行っちゃった。このままじゃ僕たちも遅刻するんじゃない？もうちょっと待ってみよう、すぐに来るよ。結局うらちゃんを待っていたちびっこバスたちは遅刻してしまいました。どうなってるの、同時に遅刻するなんて。ごめんなさい。そういえばうらちゃんもいないわね。遅れてごめんなさい。うらちゃん、今日は遅刻しないって言ったじゃない。それがなんだよ、今頃来て。ひどい。言う通りにしないからだ。朝は一体どうしたの？すごく待ったんだから。ごめん、早く行こうとしたんだけど大変なことが起きて。大変なこと？また？だから今日はトンネルを通って学校に向かっていたんだ。今日は絶対遅刻しないぞ。それなのに突然、一頭の大きな象がトンネルの前を塞いでいたんだ。象だ。お願い、ここを通してよ。友達が待ってるんだよ。それでまた遅れたんだ。ありえない。ゾウって動物園にいるんじゃないの？どうなってるんだろう。僕もゾウが現れるなんて想像もしてなかったよ。もう遅れたのが悪くて言い訳してるんでしょう。あそこ宇宙船だ。宇宙船？どこ？どこ？どこにいるの？何も見えないけど。うらちゃん、からかってるの？違うよ、確かに宇宙船だったよ。約束守らないし遅刻だってしたのに、ずっと嘘ばかりついてひどすぎるんじゃない？太陽、一緒に行こう。二人とも本当に嘘じゃないのに。もしかして見間違えたんじゃない？違うって、本当に見たんだよ。そっか、じゃあ僕たち明日も一緒に学校に行こう。うん、明日は絶対早く行くから。ちびっこバス、タヨ。その日の午後、ちびっこバスたちはロギにウラちゃんの話をしました。トンネルにゾウが現れたって言ったと思ったら、突然また宇宙船が通ったって言ったり。だから僕の言うことを聞けばよかったのに。僕は最初から信じてなかったよ。そうよね、どうして突然ゾウが現れるのよ。あ、もしかしてこうだったんじゃ。
今日は絶対遅れないようにすっごく早く起きたんだけど、早く起きすぎて眠くてたまらないんだ。うとうと走っていたら道を間違えて動物園に行ってしまったんだ。でも動物たちに会えて楽しいんだよ。それで思う存分遊んでいて遅刻をしたってわけさ。どうだ僕の推理力は。それは絶対違うと思う。そうよ、完全に逆方向だしね。とにかく遅刻したのはウラちゃんのせいでしょ。それはそうだけど。そんなこと言わないで、ウラちゃんの話が本当かもしれないし。じゃあ本当にゾウが現れたっていうの。そうよ、今回はいくらなんでもひどすぎるんじゃない。翌日になりました。学校に行ってきます。うん、行ってらっしゃい。お、ガニ、なんでそっちから行くの。うん、ウラちゃんと会うことにしたから。え、まだウラちゃんの話信じてるの。また遅刻しちゃったらどうするの。今日は絶対早く来るって。じゃあまた後で。お、はあ、仕方がないよ、僕たち早く行こう。はい。みんなウラちゃんが嘘つきだって思ってる。どうしよう、今日は絶対遅れないように行かないと。あ、ウラちゃんだ。やっぱり約束守るって思ってた、ウラちゃん。あ、ガニ。お、あ、あ、なんだこれ。ウラちゃん逃げて。ダメ。ウラちゃん、ここから出して。どうしよう、一旦みんなを呼んでくるから待ってて。ウラちゃん今日は遅刻しないかな。どうせまた遅れるんじゃない。ちょっと待って。みんな大変だよ、ウラちゃんが話してた宇宙船が本当に現れた。宇宙船が。もうどこに宇宙船がいるんだよ。本当だってば、ウラちゃんがその宇宙船の下敷きになってるんだ。そんなわけ、ウラちゃんと一緒にいたガニもおかしくなっちゃったんじゃないか。本当だよ、早く行って助けなきゃ。ガニ、そんなこと信じられないよ。もういいから一緒に学校に行こう。本当に危険な状態なのに、みんな本当にひどいよ。ガニ、急にどうしたんだ。ガニが怒ったの初めて見た。今入ってきたニュースです。お、昨日逃げ出したゾウが無事に動物園に戻ってきました。ゾウが逃げ出し、一時トンネル周辺を塞いでいましたが、幸いにも大きな事故は起こりませんでした。本当にゾウがトンネルに。あの話本当だったのか。それじゃガニが言ってた宇宙船も。早くウラちゃんのところに行こう。ガニ、ウラちゃん、あっちだ。どうしよう、ガニ。うわ、助けてくれ。ウラちゃん大丈夫。どうなってるの。ここから出してお願いだよ。よいしょ。よいしょ。うわ、助かった。ウラちゃん大丈夫？どこか怪我はない？大丈夫だよ。でも大きな事故にならなくてよかった。一体どうしてこんなことになったんだ。ルーキー、あの宇宙船は一体何？遠くからでも広告がよく見えるように空に浮かべる風船だよ。でも空気が抜けて落ちてしまったみたいで、こんなことは初めてだから驚いたよ。そうなんだ。ウラちゃん、ずっと話を信じてあげられなくてごめんね。本当に嘘をついてると思って。大丈夫、僕だって信じられないと思うし。でも誤解が解けて本当に良かった。ちょっと待て、まだ一つ謎が解けてないぞ。空に向かって吹き出した水だよ、これは嘘でしょ。うわー、冷たい。また消火栓のトラブルか。またか、一昨日も吹き出した水で道路が水浸しになったんだ。え、
ああ、そうだったんだ。もう僕の話信じるよね。うん、信じるよ。本当に信じるから。ロギー、大丈夫？握手！時々思いもやらない出来事が起こったりしますよね。でも誤解が解けてよかったです。